はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ハイプロポーションコレクション仮面ライダー01です。新しいですね、仮面ライダーのガシャポンが出てました、はい、かなりね、出来のいい、うん、仮面ライダーの武器が入ってるみたいです。はい、初回はゴーストとガイムとブレードの武器が入ってるみたいですね。はい、では開けていきましょう。はい、ガシャ、あー黒いの懐かしい。はい、こちらですね、ハイプロポーションコレクション仮面ライダー01です。1番がガンガンセーバー、はい、ガンガンセーバー4モード変形するみたいだね。すごいよね。2番が無双セーバーで、はい、ガイムの方、3番が無双セーバーの残月バージョン、4番がブレードのブレイラウザー、以上の4種類ですね。はい、こちら、はい、無双セーバーって書いてある。無双セーバーの何だろう、もう何か、おお、ね、残月、ガンガンセーバーだったね。3つ目、はい、最後の1つは無双セーバー、無双セーバーの、じゃあガイムであってほしい、ガイムであってほしい、ガー残月、かぶりました。このような感じになってまして、はい、ね、この辺はね、軟質パーツになっておりますね。はい、ちょっと細かくできてる。で、この辺メッキだしね、うん、金メッキ、かっこいい、ね、かっこいいよね、確かに、うん、リアルですね。この絵柄はステッカーでした。はい、あとこのロックシードの中、この辺は両方ともステッカーでした、はい、ただね、ちゃんとこれね、開けるところがすごいね、うん、あと、なんとですね、このロックシード外れます。こんな感じで外れますね、はい、すごいね、うん、こんなちっちゃいの、確かに。そしてこちらがガンガンセーバーですね、はい、これもすごくよくできてるね。さらにこれのすごいところは4モード変形ができます。今これはブレードモードになってる状態なので、そうだね、ガンモードに変えてみましょうか。ガンモード、まずはここを取る、はい、反対側にセットと、はい、でこれもちゃんと曲がって、でこれでガンモード、ガンモード、はい、すごいよね、デラックスと同じ仕様だね、うん、うん、すごいね、うん、こんな感じ。次がなぎなたモードにしますね。なぎなたはそこにセットする、はい、こちらがなぎなたモードですね。はい、長いね、長い、まさにでも劇中で見るような長さだね、うん、それでこのなぎなた解除して、はい、で二刀流なんだけど、こう広げると、うん、長すぎるんだよね、はい、なもんで、二刀流モード専用のですね、予備パーツ、そう、絵がついてきております。でこれを外してセットだ、はい、こんな感じ、うん、これが二刀流モードですね、はい、素晴らしいですね、これね、はい、いいよね、うん、これいいね、うん、それでこの大きさからいってね、なんとなくこのゴーストチェンジシリーズに持たせられるかなと思ったんだけど、やっぱ持たなかった、こっちのちっちゃい方すらも持たなかった、はい、ああ、はい、それではデラックスのガンガンセーバーと比べてみましょうか、はい、これだけの大きさの差がありますね、はい、ただこっちのが本物っぽい長さ、はい、縮尺的には本物っぽいですね、こっちはちょっと短いね、短いからね、はい、でも似てる、うん、あのこの辺のクリアパーツとか同じ素材じゃないかなって思っちゃう、多分ね、うん、すごくよくできてるよ、ここもね、うん、ちなみにこのガシャポンはですね、1回500円ですね、高っ、そう、高いんだよ、ちょっと高いから、気になって見つけてしまった方はぜひ買ってみてください。はい、じゃあ対決だ、はあ、パパ無双セーバー、じゃあガンガンセーバーいくぞ、うれー、さあ、うわ、うわ、怖い怖い、あ、いてててもう一本だ、なんだと、二刀流、くぅー、うわ、くぅー、くぅー、ちゃんも、くぅー、じゃあ俺も二刀流だ、何、借金、お前も二刀流、オメガスマッシュ、はい、ということで今回はハイプロポーションコレクション仮面ライダー01でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。なかなかいいやつですね、はい、これはね、飾っておきたいですね、はい、うん、はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。